はいどうもこんにちは。今回は、ボーカロイドより初音ミクちゃんにリベンジしていくぜ。ミクちゃんといえば歌姫よね。声が透き通っててすっごい綺麗だよな。ボカロ P さんによって嘲笑の仕方の個性がすごいわよね。相手電子感を残す人から人間そっくりに調整する人まで、多種多様だもんな。おかげで何曲聴いても一切飽きないわよね。曲のイメージとかもいろいろあるもんな。話変わるけど、前ミクちゃん作った時は目が大きくなりすぎて、ちゃうけん。ってコメントがめちゃめちゃ来たのよね。今考えたらほんとごもっともだよな。顔の2分の1以上が目立ったもんね。だから今回はその反省をしっかり活かして作ってみたぜ。もちろん小さくなりすぎちゃうとそれもあれだから、バランスを意識してみたわ。その結果、全体的に透明感めちゃめちゃ出たし、なんなら歴代最高クラスでうまくできたよな。ってことで、黒目選手入場。今回は、初音ミク公式のイラストを参考に作ってみたぜ。その結果もうチュルンチュルンよね。まつげとか配置のバランスもいい感じにできたよな。そうなのよね、これはリベンジ大成功でしょ。前回はお目目自体は可愛かったけどサイズが死んでたよな。あれは深海よもびっくりよね。ってことでお目目は完成だな。確かに、この時点でめちゃめちゃ可愛いわね。これは前髪も楽しみだな。ってことで前髪作りに入っていくわ。ミクちゃんの前髪は M 字なんだよな。昔ながらの M 字前髪にツインテールが特徴よね。ミクちゃんの長くてサラサラのツインテール超可愛いよな。ミクちゃんは超絶可愛いからどんな髪型でも似合うんだけど、個人的に一番似合うと思うのはツインテールね。まあ原型がそれだもんな。だからミートピアでも同じように作りたかったんだけど、毛量がちょうど良くてなおかつ長いザミクちゃんって感じの、ツインテールのウィッグがなくってね。だからちょっと短いけどこれにしたってわけか。そういうことね。ミクちゃんのツインテの毛量って資産によって結構違うけど、それがまた見てて楽しいよな。ってことで前髪のベースが作り終わったので仕上げに入っていくわ。今回は割とパーツに余裕があったから、細かい髪の影まで、きっちり作れたぜ。やっぱ細かい影まで作れるとクオリティが上がるし、クオリティが上がるとテンションも上がるのよね。負の連鎖の反対だから、小の連鎖？そういうことになるかもしれないわね。今回のツヤはカラフルにしてみたぜ。色がつくと綺麗に見えるわよね。これは東方キャラ作ってロスは参考にした結果得た発想なんだよな。参考にしたイラストのおかげで新しい発見があることもあるわよね。お披露目タイム。ってことでミクちゃん、完成です。マジでめちゃくちゃ可愛くできたな。前のと比べるとこんな感じね。目のサイズがマジで違うな。全体的にアニメ風っていうかそれっぽく作れるようになってるわね。節約すべきところをちゃんと見つけられるようになったおかげでいろんなところを作り込めるようになってるな。わずか1年ちょっとでここまで進化するんだからすごいわよね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。